今や武器神トップランカーの湯気武士。しかしその卓越した技術の裏には武器神マスター勇気の姿があった。おー、武器神やこれ。ちょっとね、武器神をやってみたいんやけどね、いかんせんやり方がちょっとまだわからなくて、でこれ周りの人聞くもちょっと恥ずかしいし、どうしようかな。あ、そうや、武器神といえば武器神マスターの勇気くんっていう人がいるじゃないか。勇気くんって人って急に他人行儀になったけど、勇気くん呼んだら来てくれるんちゃうかな。ということでちょっと呼んでみよう。勇気くん、勇気くん。いや、まあさすがに来へんかな。いやー、ゆげさん、あ、来た。お願い。あ、呼んだ呼んだ。ゆげさんが助けを求めてたから、お、今日は駆けつけたよ。ありがとう、カセ。いやー、みんな、俺は全国のおもちゃ売り場やアミューズメント施設で好評稼働中の武器神の楽しさを伝えるためにやってきた武器神マスターの勇気だ。みんなよろしくな。うわ、勇気くんありがとう。こんなでっかい武器持ってきて。でっかかっこいいでしょ。しかもすっごい説明的なセリフを言ってくれて、さすが武器神マスター勇気。いい、今日はじゃあ武器神のやり方を教えてくれるかな俺に。だが断る。想定外やった。そういう冗談。武器神マスターはあんまり優しくないよ。みんな冗談ですよ、冗談ですよ。あ、そう、はい、というわけで今日は武器神の遊び方をみんなにしっかり教えちゃうぞ。やったぜ。じゃあ今からやろうか。はい、じゃあしっかり伝授しよう。やった。よし、じゃあゲームスタート。やろう。よし、行こう、うん、まずはマシンに100円を入れてみよう。入れます。よし、入れました。そうすると武器神には3つのモードがまずあるんだけど、うん、今日はワンピープレイを選んでみよう。ワンピープレイ、これね。ワンピープレイ、ワンピープレイでいこう。いきます。そしたら、うん、カードをスキャンするんだ。はい、カード、うん、おカードね。今カード持ってると思うんだけど、武器神カードの右上のコードがあるだろ。右上ね、右上こっち。そう、はい、そこを上にしてカードを斜めに差し込んでスキャンだ。お、スキャン、ここにスキャンやね。そう、そのまま入れてみよう。スキャン。そうするとカードに書かれた武器と武器使いが登場するぞ。おお、かっこいい、グローエッジ。はい、今回スキャンしたグローエッジと青くが登場だ。おお、かっこいい。そしてカードは3枚までスキャンできる。うん、カードに書いてある、うん、ここの武器神名が同じであること、そう、ね、そこが同じであることと、そして武器使いが異なっていることが条件だ。なるほど、うん、はい、じゃあ次スキャンしてみよう。はい、2人目じゃあももちゃんスキャンします。はい、次はおフォースガンプラス1、銃だね。銃だね、さっき剣やったからね。ももちゃんがそれをキャッチしてくれて、また構えてくれると。かわいい。じゃあどんどん行ってみよう。じゃあ3人目の日の丸くんですね。日の丸くん、どんなキャラかな。そしてどんな感じで。おハイパワーシールドプラス2、強そう。ハンマーだね。これは強いでしょ。忍者の日の丸くんがキャッチ。おい、かっこいい。これでメンバー3人揃ったから、うん、これで決定だ。決定ボタン。スケット来たね。実は4人目の仲間として過去にこのマシンで戦った武器使いが助けに来てくれるんだ。なるほど、それは助かる。お、ボーナスチップ、ボーナスチップってこれかな。そう、ボーナスチップ。実はこのボーナスチップはバトルに役立つアイテムとなるんだ。なるほど。この小さいカードも先ほどと同じように QR コードを上にしてスキャンだ。どうですか。はい、ボーナスチップ、スーパーマイトバンド、リーダーのアタックが 10% アップする。おお、なるほど、持っているぞ。かわいいな。うお、なんかいっぱい出てきたね。これスキャンが終わったら、うん、次は戦いたいモンスターを選ぼう。右に行けば行くほどでかくて強いモンスターとなっているぞ。あ、ウォータードバッグ、これ。でもまあまあまあ、さすがにやっぱ一番強いの倒したいですよ僕は。そうだね。じゃあウォータードバッグに行こう。お、さすがヒゲさん、うぜ。よし、じゃあ頑張ってくれ。お、頑張るぞ。モンスターランク8。お、向こうの方がランク高いな。大丈夫かな。行きましょう。いけるよ。いけるね、頑張ります。練習どんな感じやろうな。面白そう。いや、このリーダーの攻撃力があっていいな。おー、出てきた。わ、チェーンソーを構えた、お、青色のサソリみたいなモンスターが登場。これもう無理やろ、チェーンソーを打つとか。チェーンソーを打つ、モーカードバグ。こっちの数より多いやろ。ゆげさんのチーム出てきましたよ。出てきた4人。うん、頑張るぞ。さあ、どういうバトルが出てくるかな。お、
オーダーシップの効果発動、スーパーマインドマインド、先ほどのリーダーのアタックが 10% アップする効果だね。制限時間60秒。おお、怖い怖い。バトルでやることは大きく3つ、はい、目押し、ジェンダー、スロット、この3つで攻撃だ。じゃあこれどっか押していいかな。そう、中心に当たった時にボタン押してくれ。そして攻撃したいジャックの部分狙ったらボタン押して連打。最後スロットで赤いところ狙おう。赤いところ。あっジェンダーでまずパワーアップ、そして同じようにスロットで赤い数字を狙おう。やりにくい。あー惜しい。真ん中かよ。惜しい。でもガード成功。ギリギリ。まだ残った。ギリギリやな。危ないな。チャンスを狙うとダメージ。何これ、何この動き。おチャンス狙ってる。そしてジェンダーでパワーアップ。ジェンダーでジェンダーいけ。そして次はスロットで目押しだ。おーいってのはさすがゆげさん。やりやすかった。実況してるだけはありますね。おさすがにね。お実はこれ、HP が半分以下、敵の HP が半分以下になると、敵が怒った状態になって先ほどより強い攻撃を仕掛けてくるよ。皆さん頑張って。あ、武器玉が光ってる。さあさあ、同じ色のボタンを左から押していこう。赤、青、赤、オッケー。すると、青くんが登場してカッターバスティング、必殺技を発動してくれるぞ。強そうですよ、これ。さあ、まずは赤ボタンを連打しよう。連打、連打だ。武器を低下していく。おっと、詳しいぞ、パワーアップ。そして次に目押し、タイミングよく真ん中でアクボタンを。あー、惜しい。これはもう一回、もう一回光る。そうすると、普段よりものすごく強いパワー。あ、来ました。ものすごく強い。ほんまにものすごく強かった。おー、モンスター、嬉しいぞ。まさにこれ初めてやのに倒せた。ありがとう。おめでとう。さすがゆけさん。いや、さすがもうほんと、たけし、さすが。急に距離近づいた。ありがとう。たけしでもいいよ、もうこれから。これでスコアが出てきたぞ。完勝。Sランク。一番上のランクだよ、これ。初めてなのに、ゆうきくんのおかげでこんなにいい感じで倒せた。初めてのSランクは相当すごいね。ありがとう。さあ、そしてバトルが終わったら次は武器を強くしていこう。あ、そうなの。うん。カスタマイズパーツが2つ表示されるから、はいはい、まず好きな方を武器に取り付けてパワーアップだ。今回は水晶と小石だね。水晶は HP が15。あ、じゃあこれせっかくやから僕は攻撃力が好きやから、ね、おー上げますよ。お、そうするとパワーアップだ。お、進化。進化できるみたいだね。進化させてみよう。一応クリスタライズブレード。するとこのようにエフェクトが発生して、うん、武器が光り輝き、先ほどのグローエッジが進化してクリスタライズブレードに進化したぞ。こういう色も変わってランクも上がって、ランクも上がって強そう。そして次2人目。まあ、もう僕はもうみんな攻撃ある。カスタマイズパーツは武器使い3人にそれぞれ与えることができるんだ。なるほど。こいつも進化してる。できる。ももちゃんもじゃあいきます。いいね、これ。先ほどのフォースガンがまた光り輝いて、うんうん、おお、クワッドバレルに進化した。進化するの嬉しいね。肉質も2つ増えてるね。2つね、うん、さあじゃあ3人目いこう。じゃあ3人目も嫌われてるじゃん。小石で攻撃好きだね。攻撃いいですよ。ほっとこう。また光ってる。お、進化するの。3つ全部進化する。する進化。どうしよう、今度はどうなるんだろう。ハイボルトシールド、もう十分強そうやけどね。そうだね。おー、ハイボルトシールド、属性がついた。電気属性がついた。電気属性、雷。ハイボルトシールド、色も黄色になったね。全進化した、そういうこともあるよね、すごい。よし、じゃあ次、うん、強化進化が終わったら次は合成だ、うん、リーダーの武器に合成できる素材があれば、うん、ここに表示されるぞ。なるほど、じゃあちょっと見てみよう。武器の下だね。そう、まあ、合成素材がその出てくるから、はい、進化したってな。じゃあハイボルトシールドと合体させてみよう。いいよ、いいよ。お、すると2つの先ほど選んだ武器が出てきて、うん、1つに重なって合成して進化した。アサルトブレードの完成だ。お、こいつじゃないか。そう、アサルトブレード、この実は今ここの横にある武器と一緒の武器だ。ものすごく強力な武器なんだよ。これは嬉しい。あ、出てきた。ほんまや、強そう。これリーダーの青くんが、はい、アサルトブレードをキャッチして、ドーンと。かっこいい。先のゆうきくんの5万倍かっこいい。いや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 、僕もかっこいいでしょ。振り回しましたよ。
まあ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 、まあ、さあでは最後に生成するカードを決めよう、はい、今回進化合成でできた武器には、うん、ニューという書いてあるぞ。書いてある。全部進化して、ね、全部ニューだね今回は。いやでもせっかくやからじゃあアサルトブレードしましょう。そうだね。はい、そうすると、うん、なんとカード生成画面に移る、うん、まず今戦った武器使い青くだね、うん、そして強くなった武器アサルトブレード、さらに戦った場所、戦ったモンスター、うん、そして勝敗がカードになって、なんとボーナスチップもついて、うん、マシンから排出されるんだ。おっ、おっ、出てきた。あ、出てきた。ほんまや、早いでしょ。出てきた、早っ。こう出てきて、もう出てきた。これ今中でこんなことが行われた。そうなんだよ。しかもちなみに追加で100円を入れれば、うん、残りのカードも手に入れることができるぞ。あ、この2つも。そう、せっかく進化したんだし、うん、ゲットしちゃう。したい。お、じゃあせっかく進化したからゲットしよう。いやなるほど、遊び方分かった。ゆうくんありがとう。分かった。いやでもね、さっきちょっとカードのある状態であったんやけど、うん、これカード持ってなかったらどうなんの最初。大丈夫。お、スキャン時に緑ボタンを押せば、うん、武器紙の登録、そして武器使い選びから始めることができるぞ。なるほど、じゃあ今度やってみるわ。うん、うん、ぜひやってみてくれ。うん、ってことで武器紙の遊び方は以上だ。武器紙は全国のおもちゃ売り場やアミューズメント施設で好評稼働中だ。みんなぜひ遊んでみてくれ。いやいや、今日はほんまにゆうきくんのおかげで、いやいやいや、ゆらきマスターのおかげで楽しく武器紙ができました。ありがとう。ゆげさんもやっぱり飲み込み早かった、うん、やばい。いやいや、実況やってるだけあってすごい強かったよ。強かった。いやもうね、いやもう俺はこれで鍛えて、うん、俺も武器紙マスター目指しますから。おー、頑張りますよ。ぜひ目指してくれ。それじゃあみんなも武器紙を遊んでみてくれよな。バイバイ。バイバイ。攻略情報。ごくまれにこのドデカードが当たることもあるぞ。なんとこのカード、うん、大きさが2倍、そして、うん、この下についているスロットも2倍というスペシャルカードとなってるんだ。ほんまや、これ2倍。普通のカードより2つ分でしょ、うん、2倍。そしてなんと、うん、この下についているこれ、このドデカボーナスチップは隠された強力武器の素材になるらしいぞ。手に入れたら超絶ラッキーだ。ラッキー欲しいなこれ、うん、ってことで、うん、みんなもドデカードをゲットしてみてくれ。じゃあバイバイ。バイバイ。